我小时候其实好像没什么梦想。Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać superbohaterem. 我小时候因为看窗边的小豆豆，所以很想变成很多东西。それはね、それは私は親に言うときは親がなってほしい職業を言うような子供でした。经过了一段时间的努力，然后就是有得到爸妈认同。有时候你还是会想要有一个安稳的生活，因为你有安稳的生活，你才能好好做你想做的事。所以就是都会在那个矛盾跟挣扎里面度过每一天。やっぱ夢を語れと言われて、その一般的に語ってる人っていうのは、多分あんまり決まってないようで、決まってるようなその夢って一体何なんだと。僕は思うので、今が夢じゃ
ないかと思っています。はい。だからもう現在、夢を掴んでいるんだという、はい、感じです。